こんにちは。霊魂を大切にする企業アトミです。2009年化粧品とサプリメントを流通させ成長しているアトミは、良い製品を安く売るという大衆名品戦略の生活必需品で、毎年平均30%から40%の売上成長しているネットワークマーケティング会社です。2015年グローバル売上高は約800億円を達成し、2016年にも成長は続くと予想されています。全世界の会員数は約300万人を超え、グローバル企業として認められ、奇跡的な返品率で業界内ではベンチマーキングの対象となりつつあります。2010年にアメリカをはじめ、日本、カナダ、台湾、シンガポールに現地法人をオープンしたアトミは、2015年5カ国の売上高約100億円を達成し、2016年にはカンボジア、フィリピン、マレーシア3カ国の法人をオープンする予定です。さらに東南アジアはもちろん、南米にも法人が設立される予定で、グローバル流通のハブ企業になるという経営目標の実現は続く見込みです。アトミの成長の秘訣は、絶対品質、絶対価格の大衆名品マス提示です。大衆名品とは、高品質の製品を誰も真似できない絶対価格で提供するというアトミだけの製品哲学です。会員直接販売で流通のバブルを取り除き、会社運営の固定費を最小限に抑えるという鋭い経営方式で、誰も真似できない絶対価格を固守しています。韓国原子力研究院が開発したアトミスキンケア6種は、韓国で売上1位の化粧品に浮上し、各法人でも高い評価を得ています。アトミ歯ブラシも1秒に1本が販売され、2015年には計2000万本の販売を記録しました。日増しに基本を守るアトミの戦略が正しいことが証明されています。アトミの成功システムは、会社が直接セミナーを運営しサポートするので、ラインとスポンサー、また個人の能力と関係なく誰もが成功できるシステムです。またリーダー同士の負担になる競い合いの代わりに、共に力を合わせる共生システムを運営し、効率的で信頼性の高いアトミの連合成功システムを完成しました。バランスの取れた人生の中で、顧客の成功を最優先するアトミには3つの文化があります。1つ目、原則中心の文化。アトミはネットワークマーケティングの基本原則を守り、顧客と企業の約束を守っていくことが、企業の生存を守る最も重要な文化であることを強調します。2つ目、同伴成長の文化。アトミは協力会社への型破りなサポートにより、協力会社が品質向上のため最善を尽くせるようにしています。顧客に良い製品をお求めやすい価格で提供することができるのは、同伴成長の文化による好循環の結果です。3つ目、分かち合いの文化。従業員と会員にも分かち合いの生活を強調する理由は、人が中心となる社会を作ろうとするアトミの心があるからです。このようなアトミの文化は、透明かつ綺麗な企業倫理意識を持つ正直な企業を作り上げ、経営者が先頭に立ち、社会的責任に最善を尽くし、社会的な模範企業になるよう努力しています。アトミとの出会いが人生における成功の同伴者になることを願っています。顧客の感動を超え、顧客の成功を実現する企業、霊魂を大切にする企業、私たちは誇らしいアトミです。